10秒間で何回できるかやってみたいと思います。はい、わかりました。はい、いいですか。まあ参考までにね。用意はいいですか。はい。はい。元大阪桐蔭が何回できるか。はい。はい、ちょっとやってみます。よーい、スタート。18回。ちょっと最初ミスりましたけど、これで結構すごいです。あ、結構すごいです。18回は、ああ、まあ、なかなか小学生だとここまでできないんで、結構健康保険もあるんですね。これを10秒間で何回できる、まず素手で、素手で、まあ僕の場合今18回ですね。でこれをグラブはめた時に、うんうん、さて何回になるのかって。ああ、なるほど、はい。まあちょっと遅なりそうですね。遅くなりそう。まあグラブ使うんでね、はい、はい、素手よりは、はい、で この時もさっき言ったみたいにその位置角ですよ、ね、はいはい、そうですね。グラブにはめてる時に位置角がちゃんとある状態かどうか、ボールを感じてるかどうか、うん、これがここにあればちょっと後ろに行った時にね、ちょっと遅いですよ、あれって逆さまでこうかっていうね。そうなんです。これはそういうあの感覚も磨けるので、うんうんうん、まあ、ただ単にやってもいいんですけど、それでも早くなるとは思いますけど、うん、まあ同じやるなら、うん、位置感しっかり感じられるところで入れ替えする、はい、ここで合わす時の位置が大事ですね。そうなんです。こう来てこうやって、どこで取ってるかっていうのが大事になる。そうですね、はい、そろそろよろしいでしょうか。いきますか。回復しましょう。はい。じゃあ行きたいと思います。10秒間ですね。はい、よーい、スタート。飛んでちゃいました。15ですね。15、はい、まあこれが飛ばなかったとして16、まあ16ぐらいですかね。行ってて2回ぐらいやっぱ減りましたね。2回ですね、はい、やっぱりそれぐらい減っちゃうんですよ。もっと多分減ると思うんですよ。